それでは線形代数に内積の解説をしていきますまず高校の復習で高校ではまあ内積の記号としてこういう記号を使っていました。まあ、ピリオド、まあ、ドットですねを使ってベクトル AB の内積を表していました。ちょ定義としてはまあこういう大きさ、長さをかけてコサインシータ挟む角の角 コサインですね、A をかけると。まあ、要するにこれは、えっと、b コサインシータ、長さコサインシーっていうのはここですから A の長さと B のこの遮栄の長さをかけていると、まあ、いうふうに言ってもいいわけですけども、まあ、これが内積というものでしたで成分で表示するとこのように第1成分第2成分同士をお互いにかけて足したらいいとでこれは3次元でも同じというわけでした というところで、これをですね、中小ベクトル空間における内積にしようとすると、まあ、これ、θ って何やっていう話になるわけですね。はい。あの、多項式のナース角度、わかりますよね。ナこコちはわかりますよね。<laughs> ということで、中小ベクトル空間における内積っていうのは、ちょっと、こういう定義ではうまくいかないわけですね。で、中小的に内積の性質から定義を、あの、やるためにですね、内積の性質を確認しておきましょう。 皆さん高校の時に内積の計算の時にこういう計算をやったと思うんですけども、まあ、足し算との内積はそれぞれ内積して足し算定数倍の内積は内積の定数倍これなんか聞いたことある話ですよね、まあ、要するにまあこの A 側について線形性があるとそれからまあ当然これ対称性がありますから A と B の内積は B との内積と等しいと言いうことですねはい で、えっと、A と A の内積はあ、これはもちろん0以上であって、まあ、そのルートがあの長さだったわけですけども、まあ、統合は A, A ベクトルが0の時に限ると、まあ、0ベクトルですね、0ベクトルの時に限ると。ということでした。ということでですね、えー、高校の内積の性質っていうのは、これ3つあったわけですけども、はい。ということで、えー、内積を定義していきます。 内積、まあ、あの R 乗、R 上 C 上両方ありますけども、ベクトル空間 V っていうのを形状のベクトル空間として、で、えっと、なんかこの、なんか人の顔みたいですけども、あの、ここをベ、ここちょんちょんちょんにベクトル入るという意味ですけども、まあ、ベクトル2つのベクトル V1、V2 に対して、あるいは VW に対して、この行き先、VW のこの下付き V というのはこの V の内積ですよという意味なんですけども、 これを VW の内積というふうに言いますと。ですね。どういう性質を持っているかというと、先ほど確認したやつなんですけども、はい。で、あの、ちょっとこの下付きの V っていうのはですね、まあ何かあの、2つのベクトル空間を考えているときはまあ必要なんですけれども、まあ1個だけで考えていると、まあ、数ベクトル空間とか多項式の空間だけで考えているときは、まあ特に書く必要ないんで、その場合は略して書きますけれども、これはあの、だから、あくまで内積であって、このペアじゃない、このペアではないということですね。 あのなんか、2つのベクトルの組っていうのを、VW っていう2つのベクトルの組みたいなんですけども、こ,う、まあ、これはあ,のあくまで内積ということですね。でええ、どういう性質を持つものかというと、この線形性ですね。V1、V2 を足したものの内積は、と W との内積は、V1 と W の内積と V 2の内積を足したものであると。で、スカラーバイも外にそのまま出るということですね。はい。それからもう一つはですね、こう入れ替えるとですね、あの実数の場合は等しくていいです。あの一応これ、複層協約と書いてありますけども、 えっと実数の場合は、この内積は実数の値なので、複素協約というのはまあ意味がないというか、一緒なんですね。同じものということになるんですね。ですから、実数の場合は、この高校でやったような、入れ替えても一緒という対称性を持っているというのに対して、複素数,数の場合はですね、複素協約になる。だから、例えば、V と W の内積が 3+4Y やったら、W と V の内積は 3−4Y になりますよと、こういうことですね。はい で、こういう、まあ、入れ替えると、えー、っと、等しいんじゃなくて、複素協約になるっていうのは、まあ、一応、Y 対称性と、スキューシンメトリックというふうな言い方をすることありますけども、まあ、一応、そういうふうに言います。あんまり使いませんけども、まあ、一応、そういう名前が付いていますと。それから、3つ目に、えー、V と V の内積、同じもの同士の内積は0以上であって、統合は 0, 0の時に限る。で、この、えー、っと、0以上っていうのがね、整置性なんですね。 で、えっと、統合が成り立つっていうのが、あ統合は0という統合はですね、0の時に限るっていうのはですね、まあ、00ゼロゼロの成積は、まあ、あの、線形性とかから0ってやるっていうのが出てくるんですけれども、あの、0の時に限るっていうのは定置性、ディフィニットですっていうんですけども、ディフィニットですね。うん、ディフィニット。で、であのポジティブディフィニットっていうんですけども、えー、正定値って言うんですね、まあ、ポジティブの方はこっちの方で、ディフィニットはこっちの方ということで、 あのまあ、この2つ合わせたものを1つの条件として、正定値性と呼んでいますけれども、3番目の条件ということでですね。えー、この1、2、3の条件、まあ、高校の内積が普通に持っていたような、まあ、実数の場合はね、持っていたような性質を持っているものを、まあ、すべからく内積と呼びましょうと、まあ、こういうことですね。で、えっとまあ、実数の場合は、ですからこれあの、あの対称性とこの左側に関する線形性を組み合わせると、要はまあこれ、入れ替えても等しいですから、あの 右側に関してこういう線形性を持っているんですね。で、それに対して、あの、複素数の場合はですね、こう、V の CW っていうのは、これはと C バーの VW なんですね。それはなんでかというと、これは、えっと、CWV とこのバーがつくんですけどもで、このバーのこの中身が C 出てきますから、CWV とこう出てきて、こう全体にバーかかりますから、これは C バーの WV バーになって、で、ここのところだけ元に戻して VW にすると、 C バーの VW とこうなんですね。だから、後ろ側に C、スカラバイが貼るとですね、まあ、足し算の方いいんですけども、スカラバイの方は複層強弱で出てくるんですね。なので、あの、まあ、か後ろの方に関しては線形じゃないですね。と、まあ、いろんな教科書によってはですね、あの、後ろ側の方を線形して、前側の方を、あの、こういう、えっと、まあ、Y 線形といいますか、あの、 アン,チアンチリニアって言うんですけども、えー、アンチリニアなんで、反設計かな。えー、っと、まあそういうふうに言うんですけども、まあそういうふうにやってる場合もありますけども、まあ入れ替えただけのことですから、そのと内積を使っていろんなことをやるときには、特にその直交性とかそういうことを考えるときは、まあ別にどっち側でも一緒,一緒なんで、えー、まあどっちか決めとけばいいだけの話ですね。で、この授業では、この講義では、あの、前側の方が、あの、線形であると。 という,ふうに固定しておきますということで、あと、まあ、その直行性ですね。えっと、もともとその高校でやってる内積だと、まあ、直行しているという概念が先にあったんですけども、ここではですね、内積がゼロっていうのを直行しているというふうに言いましょうと。まあ、これが直行の定義ですね。 はい、まあ、多項式が直行しているって、な何をもって直行しているというのか分かんないですよね。はい。まあ後い、あとで多項式の内積は定義していきますけども、あの、具体的な例を作っていきますけども、まあ、とりあえず内積が0やったら直行すると、逆に内積をもって直行性とかをあの定義すると。まあ、角度も定義できるんですけども。はい。で、あと、ま、長さの方もですね、あの、xx、この正定値性がありますから、この xx というベクトルの内積は0以上なんでルートが取れますと。 ルートを取ったものを、この X の長さとか大きさとか、場合によってはノルムとか、まあ、そういう言い方をすることがあります。まあ、線形体数はあまりノルムという言い方はしないですけども、うん、あの、まあちょっと、えっ、ー、と、線形、うん、関数解析とかの方行くと、まあ、ノルムという言い方をしたりすることがありますが、まあとりあえずここではですね、まあ長さ、大きさ、ノルムという言い方を一応するということで、まあどれか使うということにしておきます。はい。で、えー、高校で学んだ内積,、えー、内積はもちろん、この意味で、ここでいう意味での内積なんですね。 高校の内積の性質をそのまま持つというふうに言ってるわけですから、当たり前のことですけども、はい、ということになります。はい、えそれではですね、えっと、例を少し挙げていきたいと思いますが、まず、えっと、KN、数ベクトル空間の場合の内積ですけども、数ベクトル空間の場合は、まあ、標準内積というのは、まあ、あるわけですね。で、標準内積というのは何かというと、高校で学んだ内積の自然なあの拡張というか、そのまま、えー、N の数を あの2個3個の場合を4個5個と普通に伸ばしたっていうやつですね。つまり、対応する成分をかけて足すという、それだけのことです。で、この R の場合ですね、要するにこういう xi、yi をかけて足すということで、これをですね、あのまあ、行列っていうか、ベクトルとベクトルの積で、行列とベクトルの積みたいに書くとすると、この x は列ベクトル、縦のベクトルなんで、これを横にするとですね、x を横にしたものと y、縦のものとこうかけたものっていうのは、この内積になるわけですね。 はいまあ、内積がこの点値の x、y でかけるという、これがまあ結構、あの今後もですねいろんなところで出てきますのであの、しっかり理解するようにしてください。はい、いいですね。あのよまあ、要するにあの、内積っていうのは、えー、成分、対応する成分をここかけて足すんやけども、それは言ってみればあの、このこっち側のベクトルを横に点値するわけですね。点値したものと、えー、行ベクトルと列ベクトルの積であると。一緒ですよね。全く一緒ですね。 はい。ということで、まあ、あの、点値 xy ともかけるし、点値 yx ともかけるんで、これはま、結局 y についても x に関しても言ってみれば線形やと言ってるのと一緒なんですね。あの、これ要するに行列との積でかけてますから、えっと、まあ、点、x の方を固定すると y に関して線形、x を固定する、y を固定すると x に関して線形というふうなことを言ってますね。まあ、あの、内積の定義では x の方に関して線形であればいいんで、これだけでいいんですけども、まあ、一応両方に関して線形と言えると。 で、しかも、まあ、対象ですね。これ、Y について、線形、X について、線形である。で、複数の場合はですね、これ、あのー、このままではダメなんですね。このままではあの y 線、Y 対象とかにならないんで、えー、後ろ側にバーをつけます。まあ、前の方が線形でならんとあかるので、今の場合は、えー。後ろ側にバーをつけておきます。そうすると、まあ,あの、Y がなんかスカラバイすると、ここのところにバーがありますから、C バーが、まあ、出てきますよね。前の方は CX の方はそのまま出てきますから、これちゃんと内積になるわけですね。 ということで、えっと、複数の場合はですね、あの、こう後ろ側の方にバーつけてかけて、対応する成分をかけて出すと。で、これももちろん、あの、点値とベクトルの積という形でかけるので、こういうふうにかけますと。で、こっちの方は、えっと、こうですね、点値 x の y バーですから、y についてはなんか、あの、アンジリニアになってる、y バーがついてますから、スカラバイがバーついて前に出るということがわかりますね。で、こっちの方は、これ全体を、えっと、えっと、点値とって考えると、えっと、 まあこういうふうにも書けますので、これは、あの、こうですね。yx のバーということですね。これ yx が点値 y の x バーですから、これのバーということですね。ということなんで、ま、入れ替えると、あの、え、ま、複素協約になっているということがわかるわけですね。はい。ということで、えっと、これは、あの、えっと、ま、もちろんこの式は、あの、点値 y バーと x というふうに書けますから、x に関して線形であるということもわかりますし、この式はね、ということもわかりますし、 両方含めて言えるわけですけども。はい、ということで、まあ、RA の場合は高校の内積の自然な高次元化なんですけども、CN の場合はあの Y 対称性がありますので、それを実現するために、ちょっと片方だけ複素教約を取るということで、対称性じゃなくて Y 対称性があるようにこうやっている。これがまあ標準内積と言われるものになります。はいでまあ、当然、この1、2、3を満たすということになります。とこの CN の場合はですねこの、こういうふうにしちゃうとあの Y 対称でもないし、正定値でもないんですね。 はい。で実際、こう、要するに内積にならないわけなんですけども、例えば 1i っていうのが2次元の場合考えてもですね、これ xx の内積を取ると1の二乗足す i の二乗でこれ0になっちゃうんですね。で、これ0ベクトルじゃないものが0、内積0になっちゃうっていうのは、xx の内積0になっちゃうって、これはまずいわけですね。定値性がないってことですよね。で、しかもですね、ii、えー、に至ってはですね、これマイナスになっちゃうわけですね。これは、あの、要するに不値になってしまいますから、正,正値じゃないですから、ネガティブになってしまいますから、これダメと。 いうことで、まあ、どっちにしろこれ内積にならないんで、まあ、こういう定義は、この定義は、複素の場合はダメですよ、ということが分かるわけです。で、あの先ほども言いましたように、この右側の方の Y について線形とする場合は、標準内積はこっちにバーをつければよろしいと。まあ、それだけのことですね。はい。はい、えそれでは、もう一つ例ですね。今度はあの多項式ですね。えじゃあ、多項式はどうするのかということですけども、多項式はですね、まあ、いろんなやり方があるんですけども、よく使われるのは、まあ、あの積分を使う方法ですね。 はい、で2つの多項式、えー、V と WF x と GXV を、まあ、v と W 一応変えておきますけれども多項式として書く場合一応 FXGX とこう書いておきますがこの2つの VW の内積はこの2つをかけて積分するとただし複素、まあ、K って一般に書いてますからあれですけども複素の場合は後ろにこうバーをつけるわけですねそうしないとあの Y 線形にならないので Y 対称にならないので アンチリニアにならないので、前側に関しては線形なので、こちらの方はスカラバイそのまま前出てくるという形で定義していますま。線形性はこのようにですね、積分の線形性をそのまま適用すれば当たり前ということになります。対称性、y 対称性に関してもですね、中身があの積分する非積分関数がですね、そもそもあの入れ替えても一緒とか入れ替えると強くなるとかいうのがあるので、これ0から1の積分ですから、これは当然。 一緒というか対称性、y 対称性を持つということが分かるわけですね。で、正定姿勢の方は、これ、まあ、あの定積分の、まあ、定義、リーマン積分の、まあ、定義から明らかで、ロ、えーまあ、以上、VV 内積はこ中身が0以上ですから、これね。で、中身が0以上で、これ0になるのはこう0、一区間ですから、長、えーまあ、さのある区間ですから、これは当然中身の関数がべったりと0ロなゃないなるんですね。ということは、多項式として0ということになるんで、まあ、これはまあ、 あの連続関数が積分0以上の皮膚連続関数が積分して0になるときは、その関数は、口頭的に0であるとこに限るという、まあ、あの、積分の、リーマン積分の普通の主張ですね。これを使うと出てきますということになります。で、えっと、01区間でやりましたけども、もちろんこれ区間はですね、あの別に01でやる必要はないわけですねこれ。マイナス1から1でやってもいいし、0から3でやってもいいし、マイナス5から5でやってもいいし、 まあ、マイナス無限大から無限大にすると収束しないんで、まあ、あの、例えば、マイナス無限大から無限大にしといて、E のマイナス X 事乗とかこうかけといて、FXGX とか、まあ、これちょっと修正いるかもしれないけど、まあ、こんな感じで、こういうふうに積分してっていう、まあ、こういう内積を定義するっていう方法もあります。まあ、いろんな方法がありますけども、まあ、ここでは、この線形代数の授業では、あんまり、まあ、こんな難しいこと、マニアックなことやってもしょうがないんで、まあ、こうかけて積分する。積分する区間は0、1かマイナス1、1かを大体主にやると。まあ、時々、 あのー、ちょっともう、あの、問題作るのに困って、マイナス0から2とか、マイナス2からマイナス2とか、あ、二とかですね、そういうのは出すことはありますけども、あの、まあ、基本的にはですね、まあ、0、1とかマイナス1、1というのを絶対で考えてやったりします。で、えっと、マイナス1と1の場合ですね、あの、先ほど言ったように内積が0やと、あの、直行するんですね。だから、1と x、これ直行するんですね。なんでかというと基関数です。1と x の内積と 1x かけたら x ですから、マイナス1から1の積分はこれ基関数ですから、 ゼロなんですねということで、1と X は直行するんです。でも、これ、0、1の場合にするとです、ね、直行しないですね。だから、空間を変えると、もうあの内積が変わりますので、直行性とか、まあとでやる角度の話とかも全部変わってきますけれども、まあ、とりあえず、いろんな内積の入り方があるということですね。だから、これがスタンダードという、あの数ベクトル空間のように標準内積という表現はないんですね。0、1が標準やったら、マイナス1、1から1が起こってきてですね、いや、俺が標準やと言うかもしれないんで、 あのそれはは標準といいうあれはないんですねそれでは例題をやっていきましょうまず R4 の標準内積の問題ですね2つのベクトル XY がこういうふうに与えられている時に内積を計算しなさい X の長さを計算しなさい X に直交する0でないベクトルを1つ答えなさいとこういう問題ですねはいそれではちょっと考えてみてください はい、それではやっていきましょう。まず1番ですけども、まあこれは計算するだけですね。かけて足すという計算するだけで、えー、まあ3-4足す5足す12ということで、はい、16というかですね。はい、2番はあ、x と x の内積を計算すると、1の2乗と -1 の2乗と1の2乗と2の2乗ということで7ですね。で、時々これ、ルート忘れる人いますけれども、ルート忘れないようにしてくださいね。えー、長さはこれのルートで、ルート7ということです。それから3番は、 x に直行する0でないベクトル、えー、求めるものを pqrs と置いてですね、で、えー、xv イコール0を満たすものということで、方程式これこれを売ると。で、以前内積というのはですね、えーまあ、行列との積で書けるという話でしたので、まあ、そういう観点でいくと、まあ、x に直行するベクトルをまあ v とすると、点値 xv イコール0という、まあ、こういう方程式ですから、まあ、そういうふうに考えてもいいわけですね、別に、ね。はい。ということなんで、えっと、要するにこの方程式が出てくると。 まあこういうことですから、まあ、PQRS と置かなくてもね、まあ、この V っていうのとして、まあ、これの、まあ、あ4変数、ランク1の連立一致方程式、連立してない一致方程式ですけども、あのそれの回のパラメータ表示の代表選手、何でもいいから好きなものを1つ選ぶと。まあ、これを組み合わせてもいいですね。これ全部足してもいいし、なんか適当にな何でも構いませんね。はいまあ、とにかく、まあ、PQR を決めれば S が決まりますし、まあ、PRS を決めれば Q が決まりますし、まあ、そんなんで適当にやってもいいですね。 はい、とにかく、まあ、あの0でないベクトルはまあこうやって、えー、1つは取れるということですね。で、今の話からも分かりゆくですね、この X に直行するベクトルの全体は当然これ部分空間になっているわけですね。要するに、点値 X という係数行列を持つ方程式の解空間になっているということが考,考えられますから、まあ、部分空間に当然なっているということになります。はい、それでは次の例題いってみましょう。問題は、あこうですね。C2 の今度は標準内積で、 えっとまあ、複素数の場合はね3次元以上になると計算がややこしくなり大変になりますので、まあ、2次元で一応やることにして2次元の問題としてこの2つのベクトルを考えますとで、えー、聞いてることは先ほどと全く一緒で内積計算しろ長さを計算しろ x に直行するベクトル1つ求めようと、まあ、こういうことですので、はい、ちょっとやってみてくださいはいそれではやっていきましょう まず1番は、複素協約を取るのを忘れないように考えましょう。でまあ、この問題、一応先、このまあ講義の流れとして、標準内積でって言ってますけども、えっとまあ、どちらかについて線形かということをちゃんと固定しないといけないので、今の場合は、この講義でやっているように、この x と y という内積の場合は、こちら、x 側について線形で、まあるというふうに仮定しています。ですから、標準内積は後ろの方にバーをつけるということになりますので、これは1たす i と3引く 2i のバーですね、複素協約。 プラス1マイナス i の2たす i バーということになります。はい。で、これを計算すると、こういうふうになりますので、まあ、途中省略してますけど、まあ2、2たす 2i になるということですね。はい。2番ですけども、2番も同じような感じで、x と x と内積ですから1、1たす i と1たす i のバーということですね。それから1、1引く i と1引く i のバーということですね。で、ここで、まあ、バ,ーバーを忘れると、あの内積が0になったり、歩になったりして、まあ、おかしなことになることがまあ,あるので、 まあ,あ,のあるいは、の X と X の内積は必ずこれ、実数になるはずですね、正の0以上の実数になるはずなんですけれども、あのそれがもし、パーを忘れると、ですね複素数になっちゃったりすることもありますので、まあ、そうすると、これ、おかしいというのに気づいてくださいね。これを強引にですねこうけあのバをつけるのを忘れて、ですねなんとか i とかやって、それをルートなんとか i とかいうふうにする人もいるんですけども、あのそ,そこはやっぱりちょっとあの気づいてほしいところですね。 はい、あのこの x と x の内積は必ず0以上に実数になるはずなんだからなんとか i とか i が出てきたり負の実数になったらこれはもうあの自分が間違ってるということをですねちゃんと気づいてほしいということですね、はい。ということで計算すると4になりますので長さは2ということになります、はい。もうルートを取るのを忘れないようにしてください。で、3番は求めるものをこういうふうに置いてですね これまあ一応方程式としてやってもいいんですけども、えあの係数行列としてやってもいいんですけども、まあ、ここはですね、あのどっちみちこうちょっと実部居部に分けなきゃいけませんので、えー、分けた方がいい分かりやすいので、こういうふうにしておきます。で、えー、とこれでまあ、xz イコール0っていう方程式を解くわけですから、これで実部虚部を比べてやると、実部はこういうふうになりますと。で、共部こういうふうになりますということで、この両方が0になるということですね。はい。 まあこういうふうにまあ内積は普通常複素数になるわけで、複素数として0ですから、実部と虚部がそれぞれ0ということで、PQRS として、例えばこういうふうなもの、あこういうふうなものは取れますとです、ね。まあ、これは係数行列111-1と1-1-1ですから、0220、まあ、あみたいな感じで0110で100-1、こんな感じですね。はい、でパラメータ表示でとしての一つとして1001、もしくはまあ0、 0、1>, えー、ゼロ1、マイナス、1、0みたいなのも取れますね。はいまあ、これは PQRS の組みがこうなると書いていますので、ちょっと横に書いてますけども、こういう感じですね。はい、で、これに対応するベクトルを個体にしてやると1、1たす 0i ですから1で、0たす 1i ですから i ということで、z イコール 1i が x に直行と。まあ、1マイナス1の方を取ると、えっと、これ何かというと、えっと、P、pi、えっとマイナス i ですか、マイナス1ですからというふうな感じになりますね。 はい、ということで、まあ、1i とか i-1 とかそういったものがこの x に直交するベクトルとして取れますということですね。で、えこの場合も同様ですね、あの直交するベクトル全体は部分空間になっていることが分かりますということで、えー、ということでこの例題には終わります。 はい、それでは例題3いきましょう。問題はこういうものですね、えーと。A 小なり B、V=PNR において、VW をこういう風に内積定義すると、VW の内積の性質を満たすことを示せと。はいえーまあ、以前の例ではですね、まあ、これ内積になりますよね一応やりましたけれども、これはまあ一般の AB についても成り立つことをちゃんともう一回確かめてみましょうということですね。はい、やることは一緒なので、まあ、一応あの01のところの復習のつもりで、まあ、ちょっと簡単に確認してみてください。 はい。それではやっていきましょう。えー、線形性に関してはですね、あの以前もやりましたように、この積分の線形性を使うというだけのことなので、まあ、こういうふうな形で変形して成り立つということを、まあ、もう一度、今一度確かめてみてください,、はい。スカラバイの方は省略しておきますけども、スカラバイも一応、まあ、あのざっくりと確認しておいてください。で対称性の方もですね、これはもうほとんど明らかなので、まあ、ちょっともう書きようがないぐらい明らかですね。VW と WV、非積分関数が入れ替えても、えー、多項式の積の入れ替えができるということから出てきますと。と 正定地制の方もね、あのリーマン積分の定義から明らかであるということで、まあ、これももうちょっともう,もう一度言う必要もないと思うんですけども、はい、こういうふうに成り立ちますということですね。はい、ということで、まあ、こういうふうに正定地制が成り立つということが分かりました。はい、それでは、えー、例題4ですね。えー P に R において積分を内積をこの,辺このような0一区間の積分で定めるときに2つの源 V=1+X と w イコール2く x x 乗に対して内積を計算しなさい長さを計算しなさい直行するベクトルを一つ答えなさいというものですね。はいそれではちょっとやってみてください。 はい。それではやっていきましょう。えっ、ー、と、まずですね。えー、1番なんですけども、1番は、まあ、積分を計算するだけということで、非積分関数が、まあ1、1たす X と2ひく X たす X 以をかけると、このようになりますね。はい。えー、X の項が、プラス X ですね。X 以上の項が、えー、ちょうど消えるんですね。これね。X 以上引く X 以上で消えます。ということで、まあ、このようになりますと。で、X3 乗と。 はい、で、今計算すると x、2x たす2分の 1x2 乗たす4分の 1x4 乗の0から1ですから、まあ、このように4分の11ということができますと。はい。で、2番に関しては、v と v の内積ですから、これも1たす x の2乗の積分で計算すると、3分の1の1たす x の3乗ということで、0から1で、2の3乗引く1の3乗で7と、3分の7が出てきますと言います、ね。 はいまあ、この積分の計算ね時々間違えてなんかあの下から上引いちゃってマイナスになってそのままルートマイナスなんちゃって書く人がいますけどもやっぱそういうあの感覚ですねあの、えー、0以上の積分2乗の積分がマイナスになったりするとおかしいっていうのはちゃんとしっかりと感覚を持つようにしてください。はい、ということで、まあ、ルートを取るのを忘れずに3分のルート21と言いますね。 はいまあ、このよの問題ね、必ずあのルート何分の何とかというのがよく出てきますけれども、これをまあ、有理化を真面目にし,、まあ、してもいいんですけども、まあ別にあの放置しても、三分のルートか、ルートの中身が3分の七のままでもね、全然構いません。で、3番はですね、えー、と同じように P たす QX たす RX 上と、えー、P に R の中の範囲ですから、一応2次間の多項式ということで、こういうふうに置いておいて、えー、条件を整理すると、 まあ、あの、要するに、この積分がですね、こういう形になるんですね。ということで、まだこの 18p たす19たす 7r っていうのは、これが0と、こういう条件が出てきますので、はい。ということで、この、これイコール0を満たすものとして、例えば何でもいいんですけども、えっと、5とマイナス9と0とかですね、あるいは、えっと、0と7とマイナス10とかですね、真ん中取ってくると、はい。 あのなんか出てきますねでこれはまあいけてますかね354-40-14で0ですねはいまあこれいけ,いけてますねこれが求めるものの一つであると、まあ、求めるものというか求めるものの一つですねはいはいということでこれまああのえー、得られたねこれはもちろんですねこの場合もですね V に直行するベクトル全体は部分空間になっている要するにこれイコール0というまあ一時方程式政治連,連立してない一時方程式の解空間ですから 部分空間になっていいるととここういうことですね、はい、それでは例題これ最後かな、えー、っとやってみましょうこれは今度は内積をですねマイナス1から1にするわけですねはいえー、っと多コ式はまあさっきと一緒なんで、まあ、さっきの計算を真面目にやってる人は、まあ、そのまま今度積分区間を変えて積分計算するだけですので、はいまあ、ちょこちょこっとちょっとやってみてください。 はい。それではやっていきましょう。1番は、これ、先ほどあったように、こうですね。2たす X たす X3 乗と。で、今回マイナス1から1ですから、期間数は全部消えるんで、ここの積分消えるんですね。楽ちんですね。ですから、これ4というふうにすぐ出てきます。はい。で、2番の方ですね。一応、ここ、真面目にこうやってますけども、まあ、あの、まあこう消えるということを使ってもらったら、4とすぐわかりますと。2番は1、1たす X の2乗の積分で、これは3分の8ということで、 ルート取るとルート3分の2ルート2とあるいは6分の2ルート6ということになりますはいで3番ですね3番も同じようにこういって、えー、積分の計算をすると今度は 3p たす9たす r というのが出てきますのでこれが0になるということですから、まあ、例えば 1-3x とか 1-3x 乗なんかを取ってくるとこれは直行するベクトルになりますともちろんこれもですねあの部分空間になっていますということが言えてますということですねはい まあこの,あの中、毎回毎回出てきていますけども、これはまあ要するに何が言いたいかというと、この直行補空間というのは出てくるんですけども、まあ、それのちょっとまあ伏線ですね。えー、そう直行するもの全体が分空間になるという意識をちょっとしっかりと持っといてもらおうと、まあ、そういうちょっとあの狙いで書いているわけですね。はい。それではえっと内積の研究ということで、この数ベクトル空間には標準内積というのがあったんですけども、 じゃあ、非標準内,内積ですね。標準じゃない内積が何があるのかという話をちょっと考えてみたいと思います。で、えっと、例えば一応例としてですね、この R2 の場合に、xy というベクトルに対して以下は内積になっていますと。xy 内積をですね、こういうふうにやるんですね。えっ、ー、と1 1、x1,y1 足す2倍の x1,y2 足す2倍の x2,y1 ですね。で、プラス5倍の x2,y2 と。で、ここが両方ともこの2になっていますので、同じ2になっていますので、x1,xy 入れ替えてもですね、 ここがこうとここがこう入れ替わるだけなので,でここはまあ対象ですから x1y1 ですから入れ替えても y1x1 これ y2x2 になるだけですから一緒なので全体としてこれ一緒なんですねでしかもあのこれこういうふうに書けるんですね実はねはいあのちょっと一応確かめるとこういうふうにまあえっといいですかねこれちょっと <laughs> えっと一応確かめるとですねこのこの部分が x1 たす 2x2 で それから、えっと、これも 2x1 たす 5x2 ですね。これと y1y2 の積と、こういう形になってますね。これの y1 倍が x1y1 たす2倍の x2y1 と。で、これの y2 倍が2倍の x1y2 たす 5x2y2 と。こういうふうになってますね。ということで、こういうふうに書けるんですね。はい。で、ここでですね、この真ん中のこの行列、22行ですね。これを s と置きます。 これは対称行列になっていますねあの。要するに、ここ、一点取とっても変わらへんという、こういうやつになっていますね。はい。で、えっと、まあ、それを使うとですね、この xy とファイ x が入れ替えても変わらへんということは、まあ、一応式の上でも出てくると。まあ、入れ替えても変わらへんということは、結局ですね、こう書いて、こういうふうに、ま、線形性を使うとここは行列出てくるんですけども、この行列が対称行列であるということは逆に出てくるんですけれども、まあ、 それはともかくですね、えっと、xy イコール、点値 x の sy というふうに書くことができるんで、これ点値ですね。こういうふうに書くことができるんですけども、ここでですね、これスカラーなんで、全体を点値とっても変わらないですね。3の点値は3ですから、これ変わらないので、こういうふうに書くことができます。ということなんで、これは、えっと、点値、点値 x の sy で、これを点値展開するとですね、点値の y かける、点値の s かける、点値の点値の x なんですね。 で、点値の点値のエ X はもちろんエクスですから、で、S は対称行列って点値と等しいので、まあ、これはあの、点値 S の、X、エクス点値の Y の s スというふうになるわけですね。はい。ということなんで、これが、あのこれ見るとですね、これは YX の式になっとると。ということで、これ対称性が出てくる。で、しかも、Y に注目、X に注目すると、あこっちでもいいかな。えー、っと、これ Y に x に注目すると、点値 ys という行列かける x という形にしてますから、まあ、ちゃんと x に関して線形であると。まあ、もちろん y に関しても線形、実ですから線形なんですけども、ということは言えますということですね。はい。で、整定値性の方もですね、これ xx 入れるとですね、この x1 の2乗足す、これとこで一緒になりますから、4倍の x1、x2 なんですね。x2、y1 も x2、x1 ですから、x、x1、x2 は4倍で、 えー、5倍の x2 の2乗とこういうふうな式になります。で、これは平方完成してやるとこういう感じになるので、これは0以上と。で、統合はいつ成立するかといと、これもこれも0になるときなんで、結局 x1 も x2 は0、つまり x ベクトルが0ベクトルのときに限るということが分かるわけですね。はい。ということで、制定姿勢は s のすべての公立制度と同時と書いてありますけれども、これはま,あまた公立の話をしてからね、あの確認したいと思いますけれども、うん まあ、そういうことは言えます。ということですね。はい。で、えっと、s イコール sij と置くと、この ij 成分は結局何になっているかというと、ei, ej とこういうふうになっていますというわけですね。でというのは、この点値 ei で計算すると、これ1,0で計算すると、1,0でやると1,2が出てきて、で、1,0でやるとこの1の方が出てくるわけですから、で2を取ると、こう2の方が出てくると。<laughs> 0,1を取ると2の方が出てくる。ということで、えー、結局、まあ、この点値 ei, s, ej, sij になっているんですね、これね。 ということから Sij は Ei と Ej の内積であるということが分かりますと。まあ、あの要するに、ここからこの行列を出そうと思ったらこういうふうになりますと。で逆にこういう行列をこので定めてやるとえ内積っていうのはこういうふうに点値 X の Sy というふうにかけてますよということですね。でこの時 Sij と Sji SI 等しいっていうのもあの内積の対称性から出てくるわけなんで内積があれば S が決まり、S が決まれば 内積が決まるとこういう1対1の関係になっているということが一応分かるわけですね。はい。で、一応これ簡単に説明してますけども、こういう感じになっています。まあ線形性を使って、まあ今の場合 R ですからど、どちらに関しても線形なんで、あの行列式のところでやったみたいな感じで,ですね、こういう展開をしてやると、4つの項が出てきてですね、で、この4つの項をま,あちょっと,でまとめてやると、<laughs> y1、y2 について整理してやると、y1、y2× こういう形になると。 ということですね、はい。ということで、この行列の点値かける正方あの対象行列かけるベ,ベ,ベクトル y というふうな形で書けますよということなんですね。はいまあ、こういう形で一応その、えーと、非標準内積というのはこう得られるわけです。はい、えー、それではあ内積の研究その2ですね、えー。長さから内積の復元ということでお話しします。えっ、ー、と、<laughs> A たす B の長さの二乗が、こういう式になるというのが言えます。で、これは、あの、まあ、簡単にわかるんですけども、A たす B と A たす B の内積ですね。長さの二乗ね。で、これをですね、あの、まあ、こっち側とこっち側それぞれで、えぇ、ー、まあ、線形性というか、まあ、和側に分かれるというのを使ってやると、まあ、要するにこの AA と、それから BB と、それから AB と、 BA と、まあ、こういう4つの輪に分かれるわけですね。で、そのうち最初のこの2つはあこれですね。はい。で、残りのこっちなんですけども、まあ一般に複素数でやってますから、複素数も含めてやってるので、これはあの AB のバーと複素協約になるんですね。で、まあ AB のな式を Z とすると、Z と Z, Z バーっていうのはこれは何かというと、まあまあ、要するに X サす IY と X 引く IY 足しますから、2倍の X と、つまり2倍のリアルパート実部ですね、Z と。まあ、こういう形になるわけですね。ですから、2倍のリアルパート AB と、こういうふうになるわけです。はい。で、この式でですね、まあ、実数の場合考えるとですね、もうこのリアルパートってまあ別に関係ないので、まあ、取っていいわけなので、 要するに AB、内積 AB がですね、2分の1のこうなりますよと。まあ、これはまあ要するに予言定理ですけども、まあ、こういう式が成り立つということが言えるわけですね。これは要するに長さからですね、あの内積が復元できているということになります。じゃあ、複素数の場合はどうするのかというと、複素数の場合はですね、もう一つの式がいるんですよね。実部と虚部両方いりますから。ということで、虚部を作るためにあの B のところを IB に置き換えるんですね。そうすると A、A たす IB の2乗っていうのが、 こういうふうになりますと。まあ、これはそのまま上の式に B のところに IB 代入しただけなんですけど、まずここのところはですね、この I 倍してもですね、I の絶対値は1ですから、の B の2乗と変わらないですね、B の大きさの2乗ということになります。で、こっちの方なんですけども、こっちのはこういうふうになります。えっと、これはこのからくり、今から説明しますけども、えっと、リアルパートの A の IB っていうのは、この A の IB ってあの要するに後ろ側に関して複素有が出てきますから、マイナス I がこう出てくるんですね。 マイナス i 倍の ab ということなんですけど、この ab というのを今仮に xas iy と先ほどに書くとですね、マイナス i×xas iy したものっていうのは y-ix なんですね。はい、なので、これのリアルパートって何ですかって言ったら y ですよね。これ y ですね。y っていうのはこの元の、えっと、a たす えー、AB の,内積, AB の内積についてみると、これ、虚部なんですね、これ、虚部。っていうことなんで、こう、今、AB の虚部であると。こういうふうになる。えっ、ー、と、AB の内積を X は才と置いたので、AB の内積のあマイナス才倍のリアルパートは、AB の内積の虚部であるということが、こうやって言えるわけですね。はい。いうことで、実部と虚部が揃いましたので、これからですね、えっ、ー、と、AB の内積は、実部がここから AB の実部が二分の一のこれ引くこれと。 で、胸部の方が、はい、マジのこれが2分の1のこれ引くこれということで、これですね。はい。ということで、まあ、内積が長さから復元できるという話です。はい。で、まあ、あの、これは別にこれ、これだけの話なんですけども、まあ、もうちょっと詳しい話、詳しい話は一応、あ,あの、最近の論文でなぜかこうあってですね、まあ、これについてちょっと深く掘り下げてるやつがたまたま見つかったので、ちょっと一応参考にはしておきますけども、 まあ、そんなにあの深く考える必要はないと思うんですけども、とりあえず、ね、はいということで、えっと、一応参考までにこの向きを上げておきます。はい、それではですね、あの内積に関する例題、追加の例題、今の研究1の方ですねあのない、えっと、座標写像を使って多項式の内積を数ベクトル空間の内積と見なすというやつですね。まあ、これをちょっと問題やってみましょう。 えっと問題としてですね、V の内積をこういう積分で定義するときに、えー、数ベクトル空間、今3次元です、R3 ですね、R3 の内積 XY っていうのを、要するに座標、この XY を座標に持つような多項式同士のこの積分の内積で定義すると。こういうふうにするわけですね。そうすると、これは R3 の内積であるということで、まあ、それはあのちょっと自分でまた確かめてほしいんですけども、えっとこ、そういうふうに定義すると、そうすると R3 の非標準内積が得られるはずなんで、 当然、この S が対応するわけですね。もち、まあ、ろん、この S はあの基本ベクトル e i e a の内積が IGSM となるので、まあ、それから求まるわけですけれども、まあ、これを使って、えっと、この S を具体的に求めてみなさいと。こういう問題ですね。はい。それではちょっと考えてみてください。はい。それではやっていきましょう。えっと 1>, とですね、1番ですけども、sij とすると sij は eij e,、I、e J であるというふうに、ij 成分が ei と ej、基本ベクトル ei と ej の内積であることに注意すると、e1、まあ、e2、e3 にはですね、1、x、x 状を対応するので、例えば s 一 e っというのは要するに 1×1 ですね、1、1の内積ですね。ですから1の積分で1と。1、2は x の積分で2分の1と。1、3とか2、2とか3には全部一緒で、これはあの3分の1になるわけですね。 で、えっと、一番、まあ、二乗二乗、x 二乗と x 二乗、x 二乗と x 二乗の場合は、これは5分の1になると。こういうことですね。はい。で、同様にしてですね、えっと、このマイナス1から1の場合は、気関数のところがこう消えますので、0になりますと。で、偶関数のところはこうちょうどこれの場合になるわけですね。偶関数ですかね。これの場合になっています。というですね。はい。場合になっていますと。とまあいう感じで、こういうふうにえあの得られますと。 でこの S を使うとですね、この多項式の内積の計算が、まあ、行列とベクトルの積で計算できると。こういうことですよね。はい、ということで ABCSPQR というふうに計算できますよということです。はいまあ、これについては次の例題でちょっとやってもらいますけれども、で先ほどまあ簡単にあの話しましたけど、も、上で定義したこの内積が内積になることを自分で確認せよと書いてありますね。 はいまあ、線形性とか対称性とか、あのー、整定姿性ですね。こういったものは全て、こっちの V の方の内積の性質からですねあの、出てくるわけなんですね。ですから、あのー、この S という行列が、まあ、対称行列であるということも、まあ、当然の帰結として出てくるわけですけれども、あのそれ以外にもですねあの、整定値であるとか、そういった性質もこちらの方でそういう性質があるので、これが R3 のちゃんと内積になっているということが、まあ、 まあ積分の性質によってわかるはいそれではですね、えー、最後の例題ですけども内積の最後の例題として2次以下の多項式なスペクトル空間において、えー、内積の計算を、まあ、数ベクトルの計算でやってみなさいとこういう問題ですねはい、まあ、先ほどの S の結果これを使ってですね、えー、見ながらですね使ってちょっとやってみてください はい。それでは、やりまし、やっていきましょう。えっと、まず1番ですけれども、規定 1xx 乗による座標写像を φ と、先ほどのようにして、s を ij 成分が x の i 乗と x の j 乗の内積と、えー、これ間違ってますね。ij 成分が x の i 引く1乗と j 引く1乗の積分ですね。はい。というようにしておきます。そうするとですね、えっと、こういうふうに。 S, ね、s はこういうふうになっていますから最初マイナス11の方が先ですのでこれ1たす x ですねこの座標は110で1マイナス xx4 積座標はこうなりますということでこれを計算するとこっちの方先計算すると1行目と 2, 2行目を足せばいいので23分の23分の2ですねでこれですからこれ引くこれ足すこれですからこれ消えて2とですね はいまあ、積分で計算してもですねまあもちろん割と簡単に出るんですけどもまあ結果はちゃんと一致するとまあ健全に使うっていうので、ね、いいですねで同じようにこうとこういうふうになりますからえっと座標が101と2-11で101ですからこの1行目と3行目を足したもので4分3分の44分の3 15分の8ということで、それと2マイナス1、1をかけるので、3分の8引く4分の3、たす15分の8ということで、20分の49と。積分で計算してもいいんですけども、まあ、積分で計算しても20分の49と、ちゃんとなります。ということですね。